国事。国事とは、国家の表徴として押す、字、印象、または陰影である。外交文書など、国家の重要文書に押される。日本の国事は、金印で、陰文は、天書体で、第二本国字、二行縦書きで、右側が、第二本、左側が、国字と典国されている。二寸九分、約8.79センチメートル四方の角印で、 重さは約 3.50kg あり、漁児より幾分小さい。宮内庁による英文表記は、明治維新以前には、官員として内員と称する天皇の印、陰門は天皇御事、外員と称する大上官の印、陰門は大上官員はあったものの、国事と称する印は存在しなかった。一方、日米修好通常条約批准書には、 呂文のき部と刻まれた、縦横9 2センチメートルの議員及び、日本政府の印と刻まれた算数に4分、1 1 0 3センチメートルの印象が用いられた。これは、老中、堀田正都氏の指紋により定められたもので、徳川幕府の国家代表制とその行員を意味する、ものであった。明治維新後、1869年8月15日、明治2年7月8日に、 職員令、大乗官制を制定して新たに、官に相当性を定めるに際して、行事の要令を定めた。この時の行事は、内院として用いられてきた、伝来の動員が使用された。行事は、職人間の換気、直樹の息家族の相続等に押され、その後、外国へ特派する施設に対する証書などの文書に、用いられた。1871年、明治4年、 大倉卿、伊達宗成を全権として、清に派遣する際、伝来の動員が、陰門の不明、地面不よろしおもむきなものとされ、同年5月3日に天国家のおぞね剣道に命じて、新たに国示として、大日国示と告された方に寸9分、約8.79センチメートルの石印を制作した。この石印も、漢字の時代交渉の誤りと二つの印の書体の、 不統一があり、草卒の国、あざて天がなる o す、早卒に、祭祀折国小生活国面も、不よろし様にあい、未幸と不評だったため、現在の御事、国事は、金材をもって、改めて国したものである。1873年、明治六年二月、宮内省より、京都の鋳造し、旗造力に鋳造を、同年九月に同じく、京都の陰氏、安倍恩人。 阿部育儀堂に堀が命じられ、漁師と共に一年がかりで制作された。1874年、明治7年4月に完成し、同7月20日に、新しい漁師、国字の陰影が開拓された。改め国に際して陰門は変わらず、大日本国字とされた。以降、今日に至るまで改め国されることなく、大の字を冠したまま使われている。当初は、 区内省が、後に、区内省外局の内大臣府が御事と共に保管し、内大臣が応援した。第二次世界大戦後に内大臣府が廃止されると、区内省自住職へ移され、区内庁設置に伴い区内庁自住職が保管し、区内庁法第1条、第2項、同、第2条第5項、同第4条第1項、現在は、事務主官の自住職補佐が応援する。 紫と白の複鎖に包み、専用の革製ケースに入れて保管されている。魚児と同様、国立印刷局特製の種肉を用いた上で、位置ずれや傾きがない汚専用の定規、インクを当てて、署名に少しかかるように押すのが、習わしとされる。用いた後は、布で種肉をきれいに落とす。日本国憲法下の行為継承儀式では、天自当承形の儀として、 行為の証である賢治、天村雲賢、安にまがたまと共に国事と御事の承継が行われる。2> 第二本帝国憲法下では、直霊の公文式、明治19年直霊第1号及び公式令明治40年直霊第6号に、御事または国事を押す場合が、明文規定されていた。公文式によれば、国書、条約批准、外国派遣管理の委任状、 在留各国領事の証人情、及び三等以上の勲章の勲記には、新書の後、国字を押すとされた。四等以下の勲章の勲記には国字のみを押すとされた。公文式第十六条。公式例によれば、国書その他の外交上の新書、条約批准書、全権委任状、外国派遣管理委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状、及び、 君一等稿二級以上の君記には、新書の後、告示を押すとされた。君二等稿三級以下の君記には告示のみを押すと、された、公式令、第十三条、同第十九条。公式令は1947年、昭和22年5月3日の、昭和22年政令第四号により廃止され、その後これに変わる法令はないが、告示、 御事の要令など公式礼に定められた事項は、慣例により踏襲されている。日本国憲法下では、国事は空気に押されるほか、法省条例、明治十四年大条官布告第六十三号に、基づく法上にも押される。刑法第十九章、印象偽造の罪に規定があり、公私の目的で、御事、国事または御名を偽造した者は、二年以上の、 有機懲役に処せられる、第164条第1項。虚事、告示もしくは虚名を不正に使用し、または偽造した、虚事、告示もしくは虚名を使用した者も、全項と同様とする、第164条第2項。第164条第2項に関しては、未遂も罰せられる、第168条。刑法第17章、文書偽造の罪にも規定があり。 公私の目的で、漁事、国事もしくは漁名を使用して証書その他の文書を偽造し、または偽造した、漁事、国事もしくは漁名を使用して証書その他の文書偽造した者は、無期または3年以上の懲役に処せられる、第1項。漁事もしくは国事を押しまたは漁名を処した証書その他の文書を変造したものも、全項と同様とする、第154条、第2項。 中華民国、台湾の国字は、国書、批准書、雪授書、全県証書、領事証書、領事認証などに使われる。陰文は、中華民国の字、産業縦書きで、右側が中華、中央が民国、左側がの字と転刻されている。玉、被水性で13.3センチメートル四方の角印、字自体の高さは4.3センチメートル、 中を含む全高は10センチメートル、重さは3.2キログラムで、中上に青天白日国章が刻まれ、宝藍色の樹、組紐が結ばれている。中華民国における国字は、もう一つあり、栄江のり行き字と呼ばれる。陰門は、英天の字、二行縦書きで、右側が英天、左側がの字と転刻されている。国家元首が英天を授与するために使用され、 勲章証書,書、法章等の英典文書に使われる。用紙玉、南極の最上級品制で十三点六センチメートル、四方の各院、自治体の高さは四点六センチメートル、中を含む全高は十一点一センチメートル、重さは四点三キログラムで、中上に聖典白日国章が刻まれ、宝藍色の樹が結ばれている。国民政府が北伐を完成して、 中国全土を統一した後に製造され、国時は民国18年1929年の国慶日、10月10日から、栄の行ゆ時は民国20年1931年7月1日から使用されている。国境内戦により国民政府が台湾に移った後は台北市の総統府で保管された。直接選挙による総統選挙で 中華民国総統が選出されると、新総統就任式で、陰新条例の規定に従い、立法委員長から、中華民国の字及び、英典の字が、国家権力の象徴と、政権伝承の証として総統の印とともに、新総統に渡されている。大韓民国の国事は、大統領令である、国事規定に基づき、憲法交付文の全文、 重要な外交文書や勲章、報章書及び国家公務員任命状などに使われる。現在の告示は5代目で2011年10月25日から使用されている。陰門は、訓民正音、ハングルで、と横書き、二行横書きで、上側が、下側が、で刻されている。満州帝国、満州国の告示は、縦横が10センチメートル、 高さ九センチメートルの少し緑がかった、白玉製で、三岳島帝国の宝、満州帝国の宝と刻されている。国寺の背には、竜の彫刻があり、持ちやすいように紐が通してある。魚寺、国寺を使用することを、幼児、または、だからと称した。漁寺及び国寺は、定正実施に伴って新設された、満州国商所府が名を増し、商書、直書。 その他の文書の用事に関する事務を司った少書不完成、安則元年提出令、第1号第1条。なお、訂正初期は、満州国皇帝の不備自身が手元に保管して、下げ渡さず、幼児も少書不に代わって、内定、満州国皇宮内の皇帝の指摘空間の使用人が担当していたが、漁事と国事を押し間違えたのを機会に、少々不秘書官庁が用だから、 幼児は、少女府秘書官に任せられたいと創造して許され、以後は、秘書官の一人が、その都度内定へ施行して、幼児を担当した。しかし、勲章が一度に何千人にも可視されるようになると、大量の叙勲状勲記に告示を押す必要があり、少女府秘書官が内定内の工程を今に詰め切りとなる事態が起こったため、再度創生を行い、毎朝、幼児、 漁事及び国事の下げ渡しを受けて、少女府大臣室に保管し、夕方に内定へ戻す運用に改めた。また、皇帝が地方へ出かけるときは、少女府秘書官の一人が、河西の箱に収められた魚事、国事を黄色い風呂敷に包んで首にかけて、お供をした。満州国では、公文ほど式令、安則元年3月1日直令、第2号。 訓医及び勲章に関する件、安森元年4月19日直令第27号に国示を押す場合が明文規定されていた。公文ほど式令によれば、国書その他の外交上の新書、条約批准書、全権委任令、外国派遣管理委任令、名誉領事任令、外国領事認可上には、新書の後、国示を押すとされた公文ほど式令。 第十条。また、大訓位及び、勲二等以上の勲位の勲記には、新書の後、告示を押し、勲三位以下の勲位の勲記には告示のみを押すとされた、訓位及び勲章に、関する件第四条。告示は、グレートシール、頭、文字は大文字、グランソー、などの訳語として使われる。ただし、国以外にも、地方政府などで、グレートシールを持つものもある。 また、イギリス、フランスにはこれらを管理するための国事証書という感触が存在する。西洋の印象は通常は平らな円盤状であり、地面にも図柄が彫られているものもある。また、東アジアの印象のように手肉をつけて、押すのではなく、溶けたフロウの上に押し付けて型を取る。そのため、陰影だけでなく、立体的な浮き彫りがされている。現在、 国事、グレートシールを使っている国などは以下の通り、イギリスの国事はほとんどの重要な公文書に応印される印象である。11世紀にエドワード・ザン・ゲ王が用いたのが最初と言われ、令状や布告などに用いられた。ほとんどの場合、王は体感する自分をかたどった国事を使った。代々の大法官がウェストミンスターの大法官府において、 これを管理しており、現在でも国家イギリス王室の公文書には目的別にを分けて応印される。アメリカ合衆国の国字は同じ図柄がカラーにして国章としても使われている。図柄は1782年以降変更されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。